はい、皆さんこんにちは。面白雑談系の見た聞いた話、俳優でシンガーソングライターの我が松下洸平がこの13日フジテレビ系音楽特番 2022FNS 歌謡祭夏に出演いたしました。いやー、洸平のあの歌唱、あの魅力、どっぷりとハマった人も多かったんではないかと思います。徳永英明とのデュエット、そしてその前のトークで赤面する一幕もありました。俳優としても今活躍が爆上がりの松下洸平です。先日もあの去年のドラマ最愛第38回 ATP 賞テレビグランプリドラマ部門で最優秀賞受賞した松下洸平、 YouTube で語っています。まあ余すところの松下洸平の魅力、思う存分に語っていますので、またよかったら聞いていただければ嬉しいですね。そしてこの FNS 歌謡祭初登場です。司会の相葉君から、松下さんどうですか、今の心境はと聞かれた洸平、持っていたマイク使わずにそのまま話し始めたんです。おいおい、マイクマイク、洸平マイクだよと言っても聞こえないんですけどね。相葉がマイク使ってないとツッコミを入れると、まあ相葉君やそして井ノ原に可愛いといじられる。松下はマイクを通して恥ずかしいと漏らして赤面する。いや、緊張通り越してめちゃくちゃ楽しみですと、まあ、言い切ったものの、まあ、デュエット相手の徳永英明、ちょっと塩対応でしたかね、どうですかねと苦笑いをしていました。まさかの天然ぶり。いや、この洸平のこの可愛い一面もまたたまらないと思うんですよね。まあ、緊張でマイク持ち忘れる松下洸平、いや可愛くないですか。でマイクマイクって言っちゃうじゃないですか。でマイク忘れて顔赤くなるんですよ。いや可愛すぎますよ。まあネットでも大盛り上がりになっていたみたいです。いや、しかしそこから立て直すのが洸平のいいところなんですよね。まあ、徳永英明とデュエットした壊れかけのレディオ、いやこれはもう徳永英明の代表曲でもあるじゃないですか。それをどう歌うのかと、どういった感じでこれに挑戦するのかと思いきや、いやー、美しいハーモニーを響かせ、この洸平、まあネット上でも徳永さんとのハーモニー、あの二人の歌声本当に素敵でした。いや可愛い、ミスからのギャップがやばいと。いや、あのハーモニーなかなかできるもんではないですよね。初登場で、それも相手が徳永英明、いやそこの堂々としたあの歌いっぷり、まあ見惚れましたね。まあ、先日のザ・ミュージックデーで玉置浩二の田園を熱唱したばかりの洸平なんです。もう今は洸平祭りと言っても過言ではないんではないでしょうかね、皆さん。そして洸平は FNS 歌謡祭無事に終わりました、ご覧をいただきありがとうございましたとコメントとともにオフショットを公開しています。徳永の楽曲壊れかけのレディオをコラボしたことに、いやもうね、言葉はいらないね、そのための音楽だもの、徳永さん本当にありがとうございました、またいつかそばで歌えますように、感謝の思いはまた音楽で返そうと綴り、ツーショットの写真も披露しています。まあこうした投稿にはお二人の素敵なハーモニーに感動しました。いや本当ですね、聞き惚れましたね。徳永英明さんへのリスペクト溢れていましたよね。惚れ直して惚れ直して100倍です。徳永さんとのハモリとっても素敵でした。最高です。お二人の歌唱に感動しました。本当に素晴らしかったですとファンからの絶賛のコメントが多数寄せられています。これからも歌にドラマにバラエティに爆上がりの洸平を見せていっていただきたいと思います。それでは皆さん、またお会いする日を楽しみに。ごきげんよう、さようなら。チャンネル登録よろしくお願いいたします。